はい、ルルカです。今回はね、アハモ一生解約できない問題完全版やっていこうかなと思います。まあ、ここ最近ね、アハモ大盛りのオプションに関して結構ね話題の方になっているわけなんですけど、そのアハモ、ルルカに関しては今1回戦契約しているんですけど、以前までもう1回戦契約していました。そのね回戦に関してはもうすでに解約のをしているんですけれど、解約しようと思った際にあるエラーの方が出てしまって解約することができませんでした。でそのねエラーに関してはエラーコードとして出ていたので、サポートセンターに問い合わせのをしたんですけれど、このサポートセンターの対応としては、そのエラーコードに関してはこういう理由になっておりますっていう感じで答えてくれたので、まあ、それに関してね間違いなく大丈夫な状態だったので、その部分に関しては問題ない状態なんだけど解約できないんですってお話しさせてもらったんですけれど、そのエラーコードが出た以上、まあ、それ以上の対応することができない、最終的には、まあ、ここではねこれ以上サポートすることができない、有料にはなってしまうんですけれど、まあ、ドコモショップでのね対応もしていますので、まあ、これで無理な場合に関してはねそちらの方でサポートを受けてくださいっていう風に投げられてしまいました。エラーコードに関しての対応はしてるにもかかわらず解約できない状態に、ね、なってしまったんですけれど、まあ、それ以上先ですねサポートを受けるためには有料のサポートを受けなきゃいけないっていうところで、しょうがないでねルルカに関してはドコモショップ予約して、まあ、この対応ねしてもらおうかなと思ったわけなんですけれど、まあ、ダメ元でねもう一回解約手続きの方に進みました。そうしたところ見事ね解約することができました。というところでね、このアハモ一生解約できない問題に関して以前ね2本の動画、まあ、最初はエラーが起きてしまって解約することができない、そして解約できないと思ったアハモに関して自力で解約することができたっていう動画の上げさせてもらいました。まあ、概要欄下のところにはねそちらの動画のねリンク貼っときますんで、よかったらそちらのも見ていただきたいんですけれど、ただその解約できた際に関してはなんでね最初の方法では解約することができなかったのか、まあ、その時点では分かんなかったんですよね。なんですけどその完全な理由っていうのが分かりましたので、今回はねその一番最初の時にその当時エラーコードが出た流れ、まあ、あとはねその後解約することができた流れ、アハモの一生解約できない問題完全版として紹介していこうかなと思います。以前ねエラーが出てしまった際の動画だったりとか解約できた時の流れとかの動画に関しても今回入れていきますので、ちょっとね長めになってしまうかもしれませんが、まあ、よろしければねアハモ一生解約できない問題完全版として最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではまずねルルカがアハモを解約しようとしたところエラーコードが出てしまった動画、まずはね見てみてください。はい、それではね実際にアハモの大会処理をするとどういう感じになるのか見ていこうかなと思います。ルルカ以外にはね誰も起きてない事象になっていますので、まあ、かなりねレア映像になると思います。独占映像で間違いないんじゃないでしょうか。では、はい、こちらね、まあ、アハモの解約はどこでできますかっていうところからアハモ解約することができますんでいきますよ。携帯電話の解約をお手続き方法っていうところで進んでいくと、はい、お手続き窓口のところがあります。なんでここで押します。ポチ、まあ、そうするとねお手続きページに行くリンクが出ていますんでこちら行きます。はい、でこれでねルルカのね D アカウントにログインする形になります。このね番号で間違っていませんので、まあ、ちょっと下4桁ね出てしまってるんだけど、こちらのね番号で間違いありませんのでネットワーク暗証番号を入れてログインしようと思います。サポートの方曰く D アカウントが間違っているんでね解約できない、ちなみにね 4G の状態になってるんで Wi-Fi も切ってあります。はい、こんな感じです。ご注意、ご確認事項、申し訳ございませんが手続きを進めることができません。 D メニューサイトから D アカウントの ID パスワードで再度ログインの上お手続きをしてください。44980というところでね手続きできない状態になってしまいます。なので、まあ、今回のねサポートの方には44980っていうのをお伝えしたわけなんですけど、お伝えしたところ D アカウントが間違ってるからっていう理由でできませんっていうふうに回答のがされました。はい、こんな感じでアハモ解約しようと思ったところエラーコードの44980っていうものが出てしまって解約することができませんでした。そしてね、まあ、最初にもお話した通りこちらのエラーコードが出てしまったのでアハモのチャットサポートっていうのがありますので、そのねチャットサポートの方でこういうコードが出てしまったんですけれどどうすればいいですかっていう質問をさせてもらいました。まあ、そうしたところねこちらに関してはね D アカウントのログインっていうのがねしっかりできていない状態で起きるエラーコードになっていますので、ちゃんとね D アカウントにログインした状態で再度ね試してみてくださいみたいなお返事をいただきました。まあ、なんでね、まあ、ルルカに関しては再度自分のね D アカウント間違っていないのか確認をさせてもらいました。けどね流した動画内でも出ていると思うんですけれど、ドコモに関してはね 4G とかでログインすることによって、まあ、D アカウントにね自動でログインするみたいなことができたりします。なんでまあそういう状態も試して、まあ、ちゃんと自分が契約しているアハモとこの D アカウントっていうのが紐付けされてるっていうのを確認した上で再度試したわけなんですけれど、やはりねそれでも解約することができずに先ほどのねエラー画面が再度出てしまう形になりました。 4G での接続でアカウントの確認とかもしましたので間違いない状態ですっていう風にサポートの方に問い合わせしたわけなんだけど、アハモのサポートセンターとしてはこのエラーコードが出てしまったらやっぱ D アカウント関係のことになっていて、まあ、それ以外に関して説明することはできないと、要はもうこちらとしてはそれ以上対処することができない、まあ、ルルカに関してはこの時点で、まあ、普通にねアカウントにログインしている状態で解約しようと思っているのに解約することができない、もうこれはねアハモ一生解約できない問題じゃんっていうことで、その当時もライブの方でもちょっとね憤りのお話しさせてもらいました。まあ、ルルカ的にはねある意味ネタになるんでまあいいかなとか思いつつもっていう感じのお話ではあったわけなんですけど、まあ、実際問題ね一生解約できない状態になってしまったんで、まあ、その時に関してはもう仕方ないんでねネタにもなるということでドコモショップ優勝にはなるんですけど3300円かな払うことによって対応してもらって
もらえるんで早くしようかなとか思っていたわけなんですけれど、一応ね最後にもう一回ね動画の残しておこうと思って、まあ、撮影もね画面録画で簡単ということで M1 MacBook で再度ね、まあ、最後にアハモの解約手続きのをしてみました。この後ね流させてもらうんですけど、なんとねその動画内でね解約することができてしまいました。でその当時に関してはなんでねスマホで解約しようと思うと解約することができなかったにもかかわらず、まあ、M1 MacBook ではね解約することができたのか理由は分かんないんですけど、とりあえずね一生解約できないと思われていたアハモっていうのが解約することができた、まあ、そんな感じでね動画のを撮らせていただきました。まあ、なんですけどその後になるんだけど、なぜねアハモがその時パソコンで解約することによって解約することができたのか、まあ、理由の方も分かりましたので、とりあえずアハモ解約した場合に関してはこんな感じで解約の流れになるっていうところを、その時ねルルカがなんで解約できるようになったのか分かんない状態ながら解約手続きした動画のねこれから流しますので、よかったら見てください。その後なんでねスマホでは解約できなかったのにパソコンでは解約することができたのか分かった上で、やっぱねアハモに関しては一生解約できない問題がつきまとっているということが分かりましたので、その辺に関してお話しさせていただこうかなと思います。パソコン、スマートフォン、携帯ってなってるので、まあ、スマートフォンで解約できるはずなんですよ。なんだけどこっからね手続きページに進むとエラーが出てしまって進むことができなかったんだけど、解約の手続き進むことができました。おいおいおい、サポートさん、事象は起きてないって言ってましたよね。まあ、ルルカはスマホからやってるっていうのは前提でね、まあ、チャットのを受けているわけなんですけど、事象は起きていない、まあ、何らかのものが起きていないって話が出ていたんですけど、まあどうなんでしょうかね、まあ、ルルカだけがね起きていた事象なのかもしれなくて、まあ、ルルカしか起きていないから他の人起きていないから放置だったのかもしれないけど、まあ、こうなってくると普通にスマホでの手続きの流れとしてドコモさんに何らかのエラーが出てると思っていいんじゃないかなと思います。どうなんでしょうかね、もう今ねこういうエラー起きていないって話をしていたんだけど、同じようなエラーが同じタイミングで起きていたんじゃないかなとルルカは思います。ルルカだけがね普通に解約手続きをスマホからしたらエラーが出て、あのエラーコードが出てって状態になったとは思えないんだけど、サポートセンターの人ね全くね調べていないのにそういう事象が起きてないみたいな感じで返事が来ていましたので、まあねっていう感じかなと思います。とりあえずパソコンから行くとなぜしても進むことができました。はい、いややっぱね ID 間違ってないですからね、どう考えても、まあ、ルルカ何度も確認しましたから ID 間違っていないので、はねこの解約の手続き進んでいこうかなと思います。できるのかな、どうした上で解約の手続きへ進みます。はい、次の画面にして2段階認証を行いますということで、認証に必要となるセキュリティコードが以下いずれかの方でお客様に通知されますってことで、通知情報、ご契約中の携帯電話への SMS、 会員情報の連絡先、メールアドレス、または携帯に届くって形なんで、まあ届くのね待ちます。次へ、はい届きますかね、はい届きました、と届きましたんで入力します。はい、解約の手続きいけそうですよ。手続きにあたっての確認事項ということで必須って書いてありますね。と登録が必要となるもの、連絡先メールアドレスの登録が必要となります。解約後ドコモメールが利用できなくなるため、ウェブメールが登録されていないと D アカウントに関するサービスが利用できない場合があるので必ずご登録くださいということで、はい了解しました。そして同意が必要なものというところで、まあ、ルルカに関してはねアカウント、通常のドコモ回線も持っていますので、まあ、そちらとのねファミリー割引が廃止となってしまいますね。それにご了承くださいという同意ですね。 OK です、全然いいですよ。で次へ進む。で解約の手続きということで、機種分割支払い分の途中違約金っていうのが、まあ、0円ですね。まあ端末買ってないですからね。そして違約金っていうのも0円になっています。よかったです。そして合計0円、ねサポートセンター曰く、まあ、ルルカが間違ってる、あなたが間違ってるから設定進まないんですよ。でもどうしてもできないんだったらお金払えばドコモのサポート受けることできますよって話も出てたので、まあ、ルルカね最悪も3000円払ってドコモショップに、まあ、行こうかなと思ってました。まあ、ルルカには間違いないと思うんですけど、どうなってるんですかって聞こうと思ったんですけれど、はいお金かからず解約できそうです。よかった。でまあご注意事項としては、解約後に関してもね多分あの分割とかね、まあ、薬金とかあった場合にお金かかりますよってことが書いてあると思います。で確認の上次へ進みます。で必ず注意事項を確認いただき、全ての同意するチェックして進んでください と、解約の手続き同意が必要な注意事項っていうところで、最後までお読みいただいた上で下記の同意をねチェックしてください。開いて確認かな、注意事項が開かないけど、なんだろうね。それで、ご指定のメールアドレスで送付ということでメールアドレスを送ってもらう。連絡先のメールアドレスにね、送信でいいですね。で、内容確認へ進む。はい、そして出てきているのが、解約の手続きということで、解約の手続き内の確認。解約するお電話番号。ね、このモニュニュニュっていう番号になってると思います。モザイクかけてると思うんだけど、この番号で、申し込み、電子交付っていうところで、まあ、今回のね、決定のメールに関しては、まあ、ルルカのね、案件用のね、アドレスになってますね。皆さんよろしければ何か案件ください。はい、そのアドレスになってます。で、下の方に行くと、内容で手続きを完了するがありますんで、これを押せば多分ね、解約になると思います。どうでしょうか？ポチッ。解約の手続き完了。お客様からの申し込みを受付しました。ご指定のアドレスに受付確認メールを送付いたしましたので、ご確認ください。お手続きは完了いたしました。またのご利用、心をお待ちしております。解約手続きできました。
ありがとうございます。はい、という感じでね、スマホでは解約することができなかったアハモなんですけど、無事ねパソコンから解約することができました。まあ、なんですけどね、この動画を撮った時に関してはスマホから解約することはできなかった、なんだけどパソコンから解約することができたっていうところしか分からなかったです。なんでスマホからだと解約することができなかったのか、その理由に関して分からない状態で解約してしまって、解決編として動画の上げさせてもらったんですけれど、なぜスマホから解約することができなかったのか、その理由のが分かりました。よくあるご質問、手続き、解約、 MNP 解約、詳細っていうところをね見てもらうと出てくるんですけれど、はい、アハモ改正の解約はどこでできますかっていう質問に対して、アンサーとしてアハモ手続きページよりお手続きができます。まあ普通ですね。詳しくは携帯電話の解約お手続き方法をご覧ください。まあ当然。そしてこの下ですね、システムメンテナンスまたはご契約状況等によりお手続きができなくなる場合があります。この可能性に関してはねあるかなとか思ったんですけど、やっぱサポートにね問い合わせした時点でそこに関しての言及がなかったんで、まあ、これは違うなと。でその下です、ついに出てきました。 Wi-Fi 接続もしくは PC でお手続きいただく必要がございますというところで、この一文の注意事項のみで記載がされています。多分ね他のところに探したんだけど出てこなかったんだけど、このね注意文に書いてある通り、まさかのスマホで解約する場合に関しても Wi-Fi 接続がない場合に関しては解約することができないんです。ここに関して知らない方多いんじゃないかなと思います。まあ、ルルカサポートセンターに問い合わせしました。でその際に関しても4G 接続した状態で解約してるんで D アカウント間違いなく接続できてますっていう風に説明のもさせてもらいました。なのでサポートセンターがその辺に関してしっかり知っているのであれば、ね、Wi-Fi 接続じゃないと解約できないんで 4G だと解約できません、と Wi-Fi に、ね、接続直してもらって解約してくださいみたいな、そんなね説明があればルルカもすぐに分かったわけなんですけれど、少なくてもサポートセンターすら気づいていないんじゃないかと。まあ、もちろんね中にはサポートセンターの方でしっかりしていて、この辺に関してしっかり分かっていて、それに関しては 4G でお客様解約しようと思ってるので解約できないんですよみたいな、 Wi-Fi 接続して解約してもらえばできますよっていう、まあ、そういう説明があればよかったんですけれど、この一文をもって実はアハモに関しては Wi-Fi 接続しないと解約できないっていう問題があることが判明しました。この辺に関してなんですけど、まあ、4G で契約されている方が解約手続きして解約した後すぐにね回線のが切れてしまうと、まあ、その後に送るメールとか、まあ、そういうので不具合があるからってことで多分 Wi-Fi 接続をしないと解約できないっていう仕様にしているんだと思うんですけど、まあ、だとしたらねルルカがね解約に進んだ際に関してもエラーコードはこの Wi-Fi 接続がしていないからっていうところのエラーコードが出るべきだと思いますし、この辺に関してね結構大きめに書いておかないと分かんない方いるんじゃないかなと思うんですよね。それこそこれからねアハモ大盛りってものが出てきます。その中で Wi-Fi 接続がめんどくさかったりとか、まあ、Wi-Fi 接続が遅い方とかに向けてもアハモの大盛りってのがおすすめですよってことでアハモ大盛りの中にね記載のがされています。ということはこの Wi-Fi っていうのがねない状態でアハモを使う方が増えてくるってことになります。そうなった時なんですけれど、一番最初にもお話したんですけれど、このアハモに関して一生解約できない問題が出てくるんですよね。もちろんここ最近だと外とかに行けばね無料で使うことができる Wi-Fi とかもあったりとかするので、まあ、外でね解約とかすればいけるかもしれませんが、まあ、それこそね Wi-Fi 設備がない方で解約しようと思っている方、この一文に気づかない限り解約することができませんし、まあ、一応ねドコモに関しては有償でね手続きをしていますので、まあ、3300円払うことによってホームショップに行って解約することはできるんじゃないかなと思うんですけど、アハモね現状でも300万回線契約があるということなので、もちろんね300万回線満足していて、まあ、一生アハモ使うよって方もいると思うんですけれど、まあ、その他にもね面白い料金プランたくさん出てきているので、まあ、これからね解約される方もいると思います。まあ、そうなってきた時にアハモだけでネットを使っていた方に関しては解約することができなくなってしまうという事案がいっぱい出てくると思います。まあ、なんですけど、まあ、ルルカのねサポートセンターの対応的にはそんなね事案の方はないみたいな感じで対応されてしまって、まあ、優勝サポートだったらしてますよみたいな、そんなねいい加減なサポートされてしまいましたので、今回改めてねこの Wi-Fi 接続っていうのがないとアハモが解約することができない件に関してお話のさせていただきました。ルルカに関しては新料金プランと呼ばれるもの、もうね1年以上経ってるんでもう新料金プランでもないだろうって感じにもなるんですけれど、まあ、ドコモで言えばアハモ、 AU であればポボ、まあ、そしてソフトバンクであればライモになるわけなんですけど、この3キャリアの新料金プラン全て1回解約したことがあります。ポボとライモに関しては 4G の状態で解約することができました。なのでアハモのみが 4G の状態で解約することができないっていうところで、まあ、他のね2キャリアを使ったことがある方がアハモに移行した場合とかに関して、まあ、前回同様にね、まあ、4G とかで解約しようかなと思ったら解約できなくて済む可能性も大いにあるんじゃないかなと思いますんで、この辺に関してね頭の片隅に入れておいていただけたらなと思います。実はねルルカポボ 1.0 ではこれ以上ねさらにひどい一生解約できない問題に当たりました。また今度ねそちらに関しても動画の方にしていこうかなと思っています。今後もいろんな動画毎日更新で上げていきますんで、よろしければチャンネル登録、いいねコメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。